ジャニーズ事務所の子ジャニー喜多川元社長の性加害問題をめぐり、東京都の小池百合子知事は15日、定例記者会見で、重大な人権侵害だ。コンプライアンスの問題が解決するまでは、ジャニーズ事務所と新たな契約を行う考えはない、と述べ、今後の取り組みを注視していく考えを示した。愛知県の大村秀明知事も、記者会見で、世論は非常に厳しい。県としては、被害者救済も含め、すべての事実が解明されるまでは事務所と関わりは控える、と述べた。都や愛知県は現在、ジャニーズ事務所の所属タレントと契約は結んでいないとしている。所属タレントの起用を見直す企業の動きも拡大した。日本特殊陶業、名古屋市は15日、同事務所の所属タレントとの契約を、期間満了をもって更新しないと表明。岡田准一さんが出演する現在の広告も使用を停止する。大阪ガスは重岡大毅さんが3人を起用した広告を中止する。